でしょうか。こんにちは。リップを塗ります。色をつけようと思います。唇にあるんですけどね。こんにちは。やりました。お疲れ様です。お疲れ様です。イヤリングをつけようと思います。イヤリングもつけたいと思います。こんにちは。結構ありがとうございました。夜もねお願いします。初めて握手券買いました。嬉しい。ありがとうございます。ぜひお待ちしてます。横浜遠征が確定しました。お待ちしてます。握手会嬉しい。寒いわね。とても寒いですわ。夜も頑張ります。こんにちは。こうするとね顔が落ちなくなっちゃうから良くなるよね。どうしましょう。こう？あ、どうやろ。あー、もういいか。いや。こんにちは。そう、やっぱこう見たら色濃いなって。いやいや、ちょっと薄めの色にしちゃった。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。喉痛い。奇遇ですね。私も喉痛いです。喉だけじゃないですよ。でも私は最近熱が出やすくてですね。その話はまたお豆かなんかでも。ね、ピンチでしたね。こんにちは。どう？いけたかな？こんにちは。夜公演が18時からかな。だからあと43分ありますよ。昨日チームライブで何してたの？何でしょう？いや、前もしましたよ。ショールームの写真変わってから前はしました。だから初じゃないです。ぜひフォローして通知取ってください。花粉やばい。地下にいるからわかんない。夜になったらね症状出るから。こんにちは。そう、21日のナンバラエティ公演出ます。2回目です。よかったらお待ちしてます。頑張ります。こんにちは。昼より公演しんどくないんですか？わかんない。久しぶりだから何もわかんない。お疲れ様です。お疲れ様です。さっき干した洗濯物の色変わってた。イコール花粉。黄砂とかもあるしね。あとは洗剤と太陽光の化学反応とかもあるからわかんない。わかんない。土曜日久しぶりです。こんにちは。あ、中菓子バタバタしてる音です。これはダンスはできません。こんにちは。そう、わかんない。何もわかんない。わかんないから。こんにちは。わかんないもん、わかんないもん。そう、何の練習でもないですよ。足音です。寒いね。めっちゃ寒い。どうしよう。寒い。動いとかないと寒いんよ。だから足を今バタバタして動かして運動してるんです。寒い。
地下なんで寒いんです。誰と遊びに行きたいの？誰やろう。誰とでも行きたいですよ。めっちゃ寒い。無理。寒い。ほんまに寒い。やばい。そう、足音すぐ分かるって言われた。あかん、寒い。寒いよ。わかんない。寒い。普通に寒い。寒い。こんにちは。寒いよ。すいません。病み上がりなもんで。こんにちは。近いもんね。そう、近いから寒いよ。もう今日の天気とかわかんない。ずっと地下にいるからわかんない。寒いわね。大丈夫ちゃう？ああ、それちょっとあったかいらしいですね。お、寒くて。ああ。かわいい、ありがとう。あ、思い出した。あの、サンリオのキャラクター大賞やってるじゃないですか。投票してるじゃないですか。私ね、今年から投票し始めたんです。あ、それめっちゃ寒いですよ。そう、ペタペタミニリアンってやつ子です。あと80番台後半にいます。見てください。角っていう子が推しです。可愛いのでちょっと見てみてください。あんまりね、そう、キャラクター好きなキャラクターとか言うタイプじゃないんですけど、言ってみました。はい、私はペタペタミニリアンが好きです。そう、いいねしてるやつです。珍しくね、あんまいいねとかしないんですけど、初見です。ありがとうございます。そう、好きなんです。寒いです。寒いです。そう、3人組みたいなの、かわいいシール集めてるんです。かわいい。あ、そのキャラクターがね、パソコン剥がしたりとか、半額シールとか探してるんです。シール見つけたのをツイッターに投稿してるんですけど、そう、かわいいんです。寒い。寒いよ。あー、寒い。スリスリが入ってるんか、やめとこう。あー、寒い。今日のメイクは、あ、めっちゃいきなりメイクの話ね。今日のメイクは、あの、研究生並みの薄さって言われました。目ね。見せ方。あ、でも、あの、まつげをピンセットでつまんで束にしました。はい、以上です。今日のいつもと違うメイクはそこです。そう、めっちゃ薄いかも、わかんない。薄めです、今日。だから涙袋も今日は何も乗ってません。キラキラ乗せるか悩んだけど、乗せ忘れてました。乗せ忘れてたねっていう、はい、おすすめです。今日ヒルコイン、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。また後で会いましょう。ヒルコインが18時からあるので、あ、そうだ、あの、お話し会とかね、握手会とかたくさん申し込んでくださってありがとうございます。あの、支払い期限が今日の23時59分までなので、よかったら
あの仕事支払い忘れたらあの無効になってしまうので当たったのもぜひお忘れなきをお願いします。寒い。ビューラーは資生堂のやつ使ってます。資生堂のやつかな。23時59分まで。そう、ありがたいことにね、そう楽天の多分もあるみたいで、そう楽天報告をねいただいた分もあって、そうだからそう、もしね支払い忘れてしまうとその分いけなくなっちゃうとかもあるのでお気をつけください。あ、リップはセザーヌのウォータリーティントリップ03番です。03番ですね。はい。こんにちは。最近公演はこのリップ多めです。ここにこれに何か足したりとかそれぐらいそれぐらいかな。上にちょっと足すぐらい。上に何足してるっけな。今回はちゃんと話すこと考えてるしかないから待ってるわ。合ってるね急に熱出て結局コロナやったんで気をつけて。私ね、そう前も急に熱出て、でもインフルもコロナも検査したけど陰性なんですよ。私でもコロナやったら熱出なくて無症状なんですよ一回無症状でなっちゃって、もうそれ以来怖くて、でもなってなくて、それ以来症状みたいなのもなくて、だから無症状の場合もあるのでね、皆さんお気をつけください。私はでインフルはだいたい季節外れにかかります。5月とか一回かかってましたね、懐かしいとか一発目とかかな。が多いかも。その時期の一発目にかかる人みたいな。あ、ありがちやったね。気をつけましょうね。なんかやるかなもうそろそろね、多分15分になるんですよ。ってことはもうそろそろね、あの向こう行かなきゃいけないんです。あ、やっぱ寒いわあ、寒いわ。やっぱじっとしてたら寒い。めっちゃ寒い。でも動いたら暖かくなるはずやからいいんです。寒いわね。とても今日土曜日なんですね。全然土曜日って感じしないです分かんないしか言ってない。分かんないことは分かんないっていうのが、何でもかんでも分かんないっていうのはよくないですけどね。そう、ダッシュの用意ですよ、これは。じゃあね、多分あと2、30秒で15分になるはずなので、ランキング読んで終わろうと思います。こんにちは、こんにちは。もうそろそろね、13分ぐらいに見た気がする。くしゃみでそう待って、くしゃみでそう。やばい、ちょっともう出てくるやな、間に合わへんやばい。あ、そうラジオもねお便り募集中なので、15日、あ、なったありがとう。危ない。15日の月曜日朝の9時までお便り募集中なので、ジャンネ、ハッシュタグジャンネでいって調べたら出てくるはずなので、よかったら。では13位、プリンさんありがとうございます。12位、みーちゃんありがとうございます。11位、ランキックさんありがとうございます。よいしょ。10位、しんのすけさんありがとうございます。9位、てつみやさんありがとうございます。8位、まさよしさんありがとうございます。7位、けんちゃんなんばいさんありがとうございます。6位、ふたばさんありがとうございます。5位、日高浩二さんありがとうございます。4位、かるちゃんありがとうございます。
3位終わりなき旅さん、ありがとうございます。2位ゆうさん、ありがとうございます。1位し1つ2つみつさん、ありがとうございます。ではありがとうございました。夜公演行ってまいります。ありがとう。